田淵康一は福岡県小倉市出身の中小画家。1921年に福岡県小倉市に生まれ、母親の影響で幼少時からオーブリー・ベアズリーやラファエル・ゼンパなどに親しんだ。1941年に第三高等学校文科兵類に入学。中学時代から絵画制作を行っており、 参考在学中の1942年と1943年には京都市美術展に入選している。1943年には学徒動員で日本国海軍に入隊し、米子海軍航空基地で太平洋戦争終戦を迎えた。終戦直後の1945年には東京大学文学部美術史学科に入学して、井の熊源一郎に知事。 1948年には東京大学大学院に進学した。ウジェーヌ・ドラクロは以降のフランス美術を研究、新製作派協会展に作品を出品し続け、新製作派協会展では1947年の第11回と1949年の第13回で入選、第13回では岡田賞を受賞している。1951年には金山康式、 関口春吾とともに、フランスに渡り、私費留学生として、ソルボンヌ大学に在籍。最初の2年間は、作品制作よりもヨーロッパ各地を旅行することに、熱心だった。フランスで活動していた、佐野茂次郎、岡本太郎、菅井久、今井敏光らと、交友し、前衛芸術運動コブラのジャンミシェル・アドランなどの抽象画家を知った。当初は、 苦笑的な作品を制作していたが、やがて当時のヨーロッパ画壇で主流だった、抽象表現主義の作風に変化した。1954年に、デンマークコペンハーゲンのノアノアガローで、初の個展を開催し、1955年にはサロンド、目に、初めて招待された。1959年には、パリ郊外のボアランに転居。1961年には10年ぶりに、 日本に帰国し、東南アジアとインドを旅行してからパリに戻った。1967年に第1回インドトリエンナールに出品した際には、インド中央部を旅行して影響を受け、以後は鮮やかな原色を多用して、具象・抽象の枠を超えた作品を制作するようになった。1971年には、アルネヤ・コブセンが設計したデンマーク・コペンハーゲンの アメリカンエキスプレス社屋の陶壁画を制作。1985年にはフランス政府より芸術文化勲章オフィシエを受賞している。1993年には大阪南港のアジア太平洋トレードセンターの巨大壁画を制作。長らくパーキンソン病を患い、2009年11月24日にパリの自宅で死去した。88歳だった。出展。 東京文化財研究所出展東京文化財研究所ありがとうございます。